だから奈良京都一緒同じ山に行かれた、うん、あの大和三山って言いますよね、はい、あの船尾山の風船に行ってあちこちを平和にしたので、あの山この山に似てるっていうことじゃないのかな。あ、そうなんだ。わ、すごい綺麗。全部がいい。ね、すごい、そんなに。こんなに、あの木には、すっきりしてね、あの雲が。雲も綺麗だ。一番では見えないけど、太陽のここにこう、輪っかになって、はいはい、そうそうそう、あのカメラから見えるよね、うん、これはだから先生、空の方にあの青空をちょっとこう色濃くするようにって、ちょっと白くなるでしょう、これをほら向こうの色もちょっと変わってくる、眩しくなってきたぞって、登ってきたのが眩しさが、うん、山ほど捨てなきゃいけない。そうだね、ご来光嬉しいな。ちょっと動かすと一瞬なんだ。春から見てちょっと遅くなってますね。そうですね。上がってくるは一気にですね。もう待たせて待たせて、今度もスッと、はい、すごい光ってる。ただ、あっち側か、向こうから見るとまたね、ちょっと、こっち側。
あ、出てきた、出てきた。十字のようなね。